年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。3番人気はこの子です、オグリキャップ。2番人気を紹介しましょう、シンボリルドルフ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、二冠馬娘東海帝王、1番人気です。馬を持して連覇に挑みます。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは11番シンボリルドルフ。スペシャルウィーク期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、第4コーナーカーブ。シンボリルドルフ早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は東海帝王、そのうち並んでスーパークリーク。4番手に4番、外で10番、11番続いている。少し離れて12番。まずは1周目正面スタンド前に入ったスペシャルウィーク追走。エアグルーヴ並びかけてきた。5馬身離れてオグリキャップ、外目をついてゴールドシップ、そのうち並んで6番、その外並んで14番、ナイスネイチャー並んでくる。後方2番手に1番、16番、最後方がシンボリルドルフ。先頭進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。1コーナーから2コーナーへ向かう。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずシンボリルドルフ、続いて東海帝王、3番手4番、少し離れて10番、12番、外から行く。そして内目をつきましてはスーパークリーク、エアグルーヴ並びかけてきた。その後ろスペシャルウィーク、外から行くゴールドシップ、さらにその内からはオグリキャップ、さらに外11番、そのうち並んでナイスネイチャー。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。依然先頭はシンボリルドルフ、残り 1000m を通過。続きました東海帝王、その後4番、12番、並びかけてきた。外目をついてゴールドシップ、少し離れて10番、外オグリキャップ、少し離れてエアグルーヴ。スペシャルウィーク並びかけてきた。さらに外からナイスネイチャー、少し離れてスーパークリーク、少し後ろから6番、それを見るように11番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を止めている展開、このまま直線での争いになるのか。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはシンボリルドルフ。年末最後の大一番を制し、栄光の